い、こんにちは。オーストラリアシドニーから野林カオルがお届けしております。ライブ散歩なんですけどもね。お、ともみさんありがとうございます。リアルタイムでありがとうございます。ともみさん、今ねシェリービーチに来てますよね。ちょうどね、夕焼けがね、夕日がね、日が沈み始めてね、すごく綺麗なシェリービーチに来ております。今日はねシドニーね、割と暖かいんですよ。で、まあシドニーね、今真冬なんですけども、今日はね風もね、あんまり吹いてなくてね。あ、つぼみさん、こんにちは。どうもどうも。はい、シドニーのシェリービーチというところに来ております。ちょうどね、日がねいい具合に沈んできたんでね、ちょっとライブ散歩をねオンにしてみました。はい、今日はねもう本当ね、シドニーすごいねいいお天気でね、で穏やかにあったかいね冬の一日なんですけどもね、まあ、こんな感じでね、うわ、あ、帰ってきた帰ってきたね、え、素敵すぎますかね、ここのねシェリービーチなんですけどもね、これここですね、実はね、シュノーケリングのメッカ、スポットなんですよ。なんでね、こうやってね、ほら、シュノーケルしてる人たちもねいるんですけどね、まあね冬もね、あ、ゆみこさんこんにちはいいお天気ですよシドニーね。きっと冬寒いんじゃないかなと思うんですけどね。夏はね、私ここね時々ね泳ぎに来るんですけどね、もうほんとねここね週末なんかね、もうすごい人でね、もう大人気のビーチなんですよね。綺麗ですね、綺麗ですね。で今日実はですね、私ねちょっとねご縁がありましてね、ともみさん、そう、ついにライブでね、ついにライブでね、ライブですよこれ、ライブですよ、リアルタイムですよ。でね、さっきちょっとね、今日はね、ね、ほんと素敵なご縁でね、私のシドニーツアーをね、北海道のね高齢者施設の2軒のね高齢者施設にちょっと提供させていただきましてね、でそこの方々とね、まあ、いろいろこうちょっとお話ししながら、マンリーからこちらのねシェリービーチのね途中までね歩いてくるライブイベントをねやらせていただきましてね。でね、本当はね、実はね今日ねロックスからオペラハウスまで歩いて、そのライブバーチャルイベントをね、その高齢者施設の方々に提供する予定だったんですけども、もうシドニーね今ちょっとまた感染騒ぎがね、お、しのぶさん、しのぶさん綺麗でしょ。シドニーのねちょうどいい具合に日が沈んできたよ。で、そう、ちょっと話をね続けるんですけど、もうここ2日3日ぐらいでね、すごい状況がシドニーガガガって変わっちゃって、で本当は今日ね、その高齢者施設の方々にロックスとオペラハウスをねご案内する予定にしてたんですけど、昨日の夜中過ぎあたりから私知らなかったんですけどね、シティオブシドニー、シドニーのね街がねロックダウンになっちゃったんですよ。で、そのオペラハウス周辺にもちょっとね入れなくなっちゃったもんでね、もう今日急遽予定変更してもどこできるかなってことで、でロックダウンとは全然離れてるねこのマンリービーチをねもうちょっとご案内しちゃおうってことで、マンリーシェリービーチをねご案内したんですけどね、まあなかなかね喜んでいただけたみたいでね、私も嬉しかったです、よかったです。でまあね、今話したみたいに今ちょっとねシドニーロックダウンになっちゃってるんですよね。でシドニーのその街の中心のその本当にシドニーシティと、あとそのシドニーのシティから東側に行ったねいくつかの町もねロックダウンになっちゃってね。でシドニーで有名なボンダイビーチがあるんですけどね、ボンダイビーチの町もね今ロックダウンになってるんですよ。なんでね、まあちょっとなかなかね落ち着かない感染騒ぎがね結構大変なシドニーなんですけども、まあ私はラッキーなことにね、シティオブシドニーのほんとすぐ隣のノースシドニーっていう北シドニーのね市に住んでいるんで、ロックダウンは免れたもんでね、なんでまあラッキーなことに今日はねそのオンラインイベント高齢者施設の方々に提供することができたんですよ。ほんと良かったです。
で私が住むシドニーの北側はね、ロックダウンとかそういうことにはなってないんで、もうとりあえずもこの北のマンリービーチに来て急遽あのねオンラインイベントをやらせていただいたっていうことなんですけどもね。まあまあでもね、とにかく無事に先ほど終了しましてね、高齢者の方々とちょっとお話ししながらマンリービーチとかねお散歩して楽しかったです。なんかね、初めての経験でしたね、高齢者施設の方にイベントをね、オンラインイベントを提供っていうのもね。またまたこうね、しのぶさんと一緒にやるのとはね、またね全然違う感じでね、面白かったよねえ、ともみさんもね、ここシェリービーチ来たって来れなかったって言ったのかな、マンリーまで行ったって言ったのかな、どうだったっけかなね。このね、シュノーケリングのスポットのね、シェリービーチなんですけど、あ、ちょっとね、ともみさん、あれあれあれ、ほらほらほら、ブッシュターキー、ブッシュターキー、これこれこれ、ね、これでしょ、ブッシュターキー。ね、うちの近所にもいるブッシュターキーですけどね。今ね、4時40分ぐらいか。あ、ここに行きました、シノ、あ、どう、ともみさん、あ、そうかそうか、そう。よかったですね。ここほんとね、いいとこですもんね。私もね、このシェリービーチね、大好きで、夏はね、ここを時々泳ぎに来るんですよ。で、ここね、シュノーケルしてるとね、サメ見たとかいう人たちもね、いるんですよ。で、まあそのサメもね、その、まあおとなしい、こう人を襲ったりとかはね、しないサメらしいんですけども、まあまあ、そのね、オーストラリア、ね、どこにどんなサメがいるのかわかんないんですけどもね。まあでもね、いろんな魚とかね、海洋生物がね、ここたくさん見れるんでね、またね、夏になったらね、戻ってきたいと思います。ね、もう本当にね、また感染騒ぎもでね、マスクがまたね、義務化になっちゃってね、でかなりね、もうニューサウスウェールズ州の州知事もね、今日の朝ぐらい記者会見してたのかな、もう結構厳しく言ってましたよ。もう本当にロックダウンしてる街の人たちはもう絶対に出るなみたいなね、その自分の街以外にね。で、住んでる人たちだけじゃないんですよ今回。例えばそのシドニーの市に他の街に住んでても、シドニー市に仕事で来ている人たちも動かないようにっていうね、お達しが出てるんでね。まあまあ、もうね、本当に今回はまたまたね、もう落ち着くのはいつのことやらって感じですけどもね。まあまあ、とりあえずもうね、動ける範囲で動いて楽しんでおりますということですね。いやー、気持ちいいですね、ほんとね。だんだんね、綺麗になってきましたね。いや、でも私もなんかね、本当今年はちょこちょこオンラインイベントとかね、こうやって自分で Facebook ライブなんかもねやってるんですけど、少しずつこう機会がね増えていってるような気がして嬉しい限りですね。今日私結構ね、薄着でセーター1枚ぐらいでね来てるんですけど、そんなにね寒くもなくいいですよ今日は。ちょっとね、水に近づいて波の音なんかもね、ね、こうシェリービーチって言ってね、まあ、貝殻がねたくさん落ちてるんですけどもね。あ、なんかいいですね、くつろぎますね。はいはいはい、ではね、いい感じに日が沈んできましたので、ちょっと私もねお腹空いてきたんでね、家に帰ってご飯食べようかな。まあ、もうねコロナ騒ぎなんでね、あんまりあちこち行くのもあれですけども、まあでもね、シドニーの北側はね結構自由なんでね、自由に行けるんでね、まあ明日お天気良かったらまたシドニーのね北側の方にねとか遊びに行こうかなと思っております。はい、ではオーストラリアシドニーからともみさん、ノバヤシです、ノバヤシカオルがお届けいたしました。はい。
はいはい、ではでは皆様素敵な土曜日を。ありがとうございました。